はい、白井です。本日もね、動画を撮っていきたいなと思います。私のチャンネルはですね、主に40代の無職を切るチャンネルをね、やっております。はい。主にですね、話題に挙げるのは、清田、マリモン、ただフリーライン校ね、この4人にしております。はい。でですね、今日ね、切る話題の40代無職、40代非正規はですね、まあ、マリモンさんになります。はい。で、もう一つ言っておくと、私のチャンネルは、激励、辛口に激励をして、まあ、成功してもらってもらいたいということでですね、そういったチャンネルになりますので、決して批判や誹謗中傷ではないことをご了承ください。はい。もうね、ちょっとね、花粉症がちょっと私すごくひどくてですね、ちょっとなかなか鼻声が治らないんですけど、特に薬とかに頼るつもりも一切ないので、なんとかね、ちょっと乗り切りたいなと思いますので、ちょっと鼻声とかね、ちょっとこうやってぐずるかもしれないですけど、ご了承ください。はい。で、今日ね、話す、まあ、マリモさんなんですけども、ね、この4人の中でちょっとチャンネル登録者数は一番少ないんですけど、ただ私としてはですね、すごく、一番ね、注目している YouTuber になります、実は。うん。ずっとね、僕と、まあ4年ぐらいね、彼もかれこれ、まあ、YouTube やってね、挫折繰り返してると。で、まあ、マリモさんのですね、簡単な自己紹介、というか、紹介させていただきますと、今、今年46歳になるということで、で、ずっと、まあ、無職の、まあ、引きこもりをね、やられてて、まあ、30後半ぐらいからですね、仕事をね、始められてたり、なんか、それで、まあ、で、なかなかうまくいかないと。で、40歳 ?47 歳 ?2 歳ぐらいから ?41 歳から、42歳ぐらいから YouTuber として活動されて、まあ、やったりやめたりとかね、そういう感じになっております。毎回彼はね、毎年4月に、仕事を更新するような感じになっております。はい。では、今回、ね、また46歳と、4月確か46なんですけども、またね、仕事を更新されて、今は派遣で、働かれてるという形になります。はい。で、私ね、まあ、マリモさんね、いいところっていうのがですね、やっぱり資格、IT 関係の資格をね、自ら取得されたりとか、職後業学校にいたりとかね、しているということです。はい。まあ、ちょっと、高齢のね、母親がいらっしゃるっていうこともあって、そこの面倒を見なきゃいけないとか、まあ、いろんな事情でですね、またちょっと働く。ということになります。まあ、彼自身はちょっとあんまりね、まあ、これはみんなに言えるかもしれないですけど、まあ、もちろんその、サラリーマンね、うん、自分の時間切り売りして、会社に奉仕して、その、あれでまあ、報酬もらうっていうね、この働き方っていうのはもう誰しもが嫌でと思います。私も嫌です。うん。ただ、ま、日本に来ている以上は、ちょっとそういうふうに働いていかざるを得ないという環境にね、まあ、あります。はい。まあ、ちょっとその辺すると長くなるんであれなんですけども。で、まあ、またね、マリモンさんは、新しく、はい。でも、なんか、ブログとか、新しい YouTube のね、内容をちょっと見させていただいたんですけども、まあ、新しいところにですね、挨拶には行かれてるということです。まあ、先ほど言った通り派遣なので、で、通常派遣だとですね、これ、入社1ヶ月目がですね、使用期間になっておりまして、で、そこから3ヶ月、3ヶ月で更新になるわけですね。うん。まあ、私の場合、無期雇用の、派遣ですので、僕の場合、特に期間の定めは今ないんですけど、まあ、その代わり大変ね、しんどい状況にはあります。はい。でね、今日ちょっと話したい内容っていうのがですね、何かっていうとですね、まあ、マリモンさんで今回ね、また、新たにね、転職活動されて、新しいところにね、着いたっていうことでですね、40代のね、おっさんがね、長く勤めるには、一体どうすりゃええねんということで、まあ、マリモンさんの今までの経験とか私の経験を踏まえてね、ちょっと、まあ、話したいなと思います。まあ、マリモンさんへのアドバイスという形ですね、まあ、辛口に、まあ、私の話っていうのは一般常識的な、話になります。はい。まあその、まあいろんなね、ご意見あるかと思うんですけども、まあ一般常識の範囲内でね、みんながやってることを同じようにやれというだけの話ですので、特に、あれですね、ひねりとか入れるつもりは特にないです。はい。まあマリモさんね、まあ一番やっぱりダメなのが、マリモのダメなのがやっぱりね、人間関係だよな。うん、まあだからね、俺がやっぱり、まあ今まで経験してきたところで言うと、まあマリモも同じような経験してるけど、まだ気づいてないんでね。まあ、何回も言ってんだけども、この、職場にね、行くとね、まあ、例えば10人以上の事業所にいるね、職場に行くと、絶対にね、あなたを好きな人、どうでもいい人、あなた嫌いな人っていうふうに分かれるんですよ。2対6対2の割合でね。うん。だから、で、その中、そのね、あなたを嫌いな奴の中に悪魔が潜んでるんだよな。うん。要はもうあなたを攻撃して、めっちゃ嫌いで、無意味にね、あなたを攻撃したいと。いう人がね、ごめんなさい。まあ、いると、いうことですよ。ただね、そういうやつっていうのは、初めにこう、猫被ってんだよね。うん。だから、そこ、もうちょっと気をつけた方がいいかなと。まあ、気をつけろというか、そこをちゃんと見極めて、徹底的に対策しろと。
いうふうに思っている。それがね、まず、まあ、それだけやってれば大丈夫だと思う、俺は。うん。もうね、いろんなことアドバイスしてもね、無理なんだよ、40代のね、おっさんで、ね、B 型はね。まあ、俺も B 型だけども。まず聞く耳持たねえから、一つのことだけやれと。うん。だから俺の今日のアドバイスっていうのは、一つだけ。新しい職場に行ったら、絶対、まあ、猫を被っている、お前を首にしたい、お前に徹底攻撃したい、徹底抗戦したい奴がいるから、そいつをまず見極めろ。見極めて、対策しろ。うん。対策って言ってもさ、どうしても密に関わるセクションになったらどうしようもねえから、ある程度の距離は、縮めつつ、そいつとは会話を一切しなくていい。うん。マジで。まあ、これアドバイスじゃねえけど、アドラーの心理学あるように、どうせね、嫌われるんだからね。嫌われるっていうのも、だから、そいつに好かれようと思っても無理。うん。だから、そいつを、だから、で、ただね、そいつはね、やっぱりね、マリモのね、弱点をね、こう、ついてくるのよ。うん。お前よく言ってんじゃんか。新しい職場に行ったら、始めはいいと。はじめなんかできそうな人に見えるけども、だんだん仕事をやっていくうちに、その、職場でいろんな業務もね、俺も今、めっちゃ大変なんだけど、俺もだから同じだよ、状況は。だから俺もその、同じように対策していかなきゃいけないんだけども、その、やっぱりシステムとかね、いじっていくうちに、やっぱり、お前の、悪魔というか、お前を首にさせたやつ、お前を出てかせたやつ、嫌がらせしたやつの方が、お前よりできるのよ。うん。100% ね。で、そいつは本当にもう結構密にね、接してやるようになると、結構大変なんだよね。うん、だからまあそういうで、あなたのね、その弱みとかにつけ込んで、まああなたとの関係は、まあかなり維持しつつ、裏で上司にチクったりとか、周りもあいつできませんよ、全然と。仕事全然できてませんと。教えても全然からっちですと。そういう奴は必ずいるから、うん。だからそこはね、アホみたいにボケーとしないでね、やっぱり、そういう奴だとやっぱ割り切って、自分も自分で、まあもちろんそういうことする必要ないけども、ある程度ね、やっぱり、ちょ、そこら辺のね、ことをちょっと考えろと。まあ、俺だって 100% どうすりゃいいかっていうのは、そこまで言えないけども、指導できないけども、ただまあ、そういう人もいるから、徹底的にね、どうにかしろと。うん。だからね、その対策として俺がやっぱ一番、いいと思うのは、自分でやっぱり一人で全部できるようになることなんだよな。自分で。もちろん、忙しくてできないっていうのはあるけども、二つあるんだよ。忙しくてできないパターンと、わかんないパターン。要はそのシステムの、使い方が分かんなくてできないのと、あるいはもういろんな業務がありすぎて忙しくてできない、この2パターンあるんだけども、どっちかと言ったらさ、考えてみたら分かるけどさ、やっぱり忙しくてできないパターンでさ、あの方がいいだろ。全部できると。実際に業務の内容全部全てこなせますけども、全てこなせるけども、ただ忙しすぎてできない。そういうやつになった方がいいよ。忙しすぎてできないってのは、要はみんなから仕事振られるからさ、これやってあれやってて、それ期待されてるっていうことだからね。まあ派遣社員だけど、まあただ派遣社員だから別に、そこまでね、意識してやる必要はない。うん。お前いつもさ、めちゃくちゃなんかこう、まずその自分にバリア張ってさ、バレたくないと、自分は使い物なんねんっていうのをバレたくないっていうのが一つ。で、そういうやつに、やっぱりで、やっぱり悪魔がやっぱ潜んでる。特に悪魔との、と密に接する業務が多くなる。うん。で、その時には、お前はもう全然、無防備で、こう、関係良くしようとするけども、で、逆に撃沈すると。うん。何もやっぱ対策してない。で、派遣会社の営業に言って辞めますと。まあ、このパターンだろ。だから、報告、連絡、相談もそうだけども、それに対してやっぱどう対策していくかだよな。仕事ができるようになる、筋トレするとか。まあ、そこら辺は、マリモさんの自由なんで、別にどうこう言うつもりはないんだけども、ただやっぱりそこについて、まあ、やっていかないと、仕事やっぱ長続きしない。やっぱりね、40代後半とかのね、人が、まあ、派遣だろうが、中途採用だろうが、バイトだろうがね、やっぱりね、曰く付きだと思われるのよね。曰く付き物件だと。要はお前は事故物件だと、やっぱ思われるのよ。どんだけ上の上司に気に入られようがな、資格持ってるということであってもね。やっぱそういうふうに思われるからさ、うん。だからそこに対して、やっぱり、どう見返していくかなんだよね、はじめ周りをね、うん。大変なんだよ、うん。やっぱね、人ってね、やっぱり、そこの会社に長く勤めてる人っていうのはね、まあ、見かけでわかんないんだけども、すごい部分持ってんだよ。マリモンが絶対到達しない、俺が到達しない部分を絶対持ってるから。それ隠してんだよね、ノーアルタカー爪を隠すみたいな形で。自分の性格も隠せる。そういう百戦錬磨のやつっていうのは、何人もそうやって、自分の嫌なやつを蹴落としてきてんだよ。うん。あ、また来た。あ、また蹴落とす。また来た。また蹴落とす。で、蹴落とされないでなんとか踏ん張るやつがやっぱり長く続いていくと。いうことだから、まずやっぱり一般常識的な範囲で筋トレするとか、その余暇の時間使って自分の業務について勉強するとかね、俺もそれしなきゃいけないんだけど、やっぱそうしてね、やっぱり切磋琢磨していかないと多分長く続けるのは無理、うん、特にお前も相談もね全然できないし、コミュ障だから分かるんだけど、でもね、いつまでもコミュ障って言っててもさ、しょうがないからさ、うん、コミュ障会社でさ、お前がコミュニケーション障害ですありますって言ったってさ、だから何って、お前金稼げやって
会社来てんだから働けやって。それだけだよ。そんな関係ねえ、会社学校じゃねえからさ、やっぱ、金稼がなきゃいけんだ、お前も。お前にも単価かかってからさ。お前自分の給料もやっぱ働いていかなきゃいけないわけだからね。なんか知らねえよ、はっきり言って。正確に欠陥があろうが、そんなの会社、ケアしねえよ、そんな。お前に金払ってんだからさ。うん、だからそういうのも考えて、やっぱ自分は使える人間にやっぱならなきゃいけないと。で、そういうお前のことを意味嫌うやつだって、お前が使える人間だって分かれば、一目置くよ、お前のこと嫌いだなのっていうのは、人ってのは性格変わんないからさ、絶対嫌いだって、レッテル貼られたら嫌いなのよ。どうしても。ただ、仕事ができるかできないかっていうのは、その見方は変えられる。うん。だから仕事ができる人間、嫌われても仕事ができる人間になった方がいいっていう感じね。はい、というかね、本日は以上です。では。